はい皆さんこんばんは心療内科医竹雄がお送りする心身健康 TV の時間です。体も心も健康にということで今回も最後までお付き合いください。えー、今回は質問回答、が関節症、歯を削るのはありなしという話をしたいと思います。顎、えー、関節症はですね以前にも取り上げましたけれども心理社会的な背景も関与する心身症の一つなんですよね。 で復習ですけれども、顎関節症というのはこういうふうに定義されています。これ、顎関節症治療の指針というのは2020年に出ているんですけれども、その中で顎、えー、関節、ですね顎の関節、ですね耳の前にありますけれども、この顎関節や咀嚼筋ですね歯を噛む筋肉ですねの疼痛、痛みのことですね、あとは顎関節の雑音ですね、なんかカチカチ言うとかですね、ガリガリ言うとか、あと開口障害、えー、口を広く開けられないですね。 あるないし、学運動以上を主要証拠とする診断あ障害の包括的診断名というふうに定義されています。まあ、要は、あごを動かすとですね痛みが出たりとかあ、なんか音があったりとか、ですねあと口が開けにくいみたいな、そんなのを総称して、学、えー、関節症というふうに言います。学関節症の患者さん、ですね実は心療内科の中にもいらっしゃいます。でそんな中で、えー、最もよく受ける質問がこちらなんですね。 顎、えー、関節症で歯を削ることを勧められたのですがっていうこういうご質問ちょこちょこいただきますでこれはですね、えー、結論の前にの前に自己紹介ですけれども診療大会医竹雄と申します、えー、他のおー、YouTube、以外では 内科医武雄というふうに名乗っておりまして、ボイシーとかインスタグラム、ツイッターにもいます。ぜひ探してみてください。というわけで、失礼しました、えー。結論ですけれども、結論、核関節症の患者さんは、歯を削っての調整はお勧めされていませんというのがあります。でこれは先ほどの初期治療ガイドラインというの,の中にも、ね、明記されています。 でもちろんです、ね、これ、が関節症の中に噛み合わせが原因でっていう方も少なからずいらっしゃって、この噛み合わせがあの調整が必要なケースもあるんですよね、ただ、歯を削るというのは、ですね元,の元に戻せないじゃないですか、元に戻せないばかりか、他の重篤な症状ですね、まあ、要は歯は削ったけれども、全然症状が良くならないとかですね、逆にあの症状が悪化するっていうこともあったりするので、初期治療、ですね最初の治療としてはお勧めされておりません。 じゃあどういう治療がすおすすめされているかというとこういうものですねスタビライゼーションスプリントまあいわゆるマウスピースとかですねあとは開口訓練っていうですね、えー、そういう訓練が推奨されていますけれどもこれもですね自己流にするのはですねなかなかハードルが高いというか逆に症状悪化の原因になったりもするのでぜひ、えー、歯科もしくは歯科口腔外科というところをね受診していただいてしっかり見ていただくのがいいかなというふうに思います はい、といとうわけで本日のまとめですけれども、がっか症はあ心身症の1つなんですけれども、初期治療として、えー、歯を削る、噛み合わせの調整ですね、これはお勧めされておりませんということで、ぜひ知っておいていただけたらと思います。はい、というわけで、こんな感じで、この心身健康 TV では、心療内科とか心身症に関する分かりやすい発信を心がけております。ぜひ高評価で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。興味いい心々。